はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、一本前の青葉賞のですね、動画のパターンと同じフォーマットで、ちょっとね、ユニコーンステークスの方も作ってみましたということでですね、えー、今週開催されるユニコーンステークスと、競馬ブックレーティングの話で、追い切り調教の話、あと、大まかな買い方、今、今現在イメージしている買い方の紹介、そんなのをね、したいと思っております。で、こちらもやはりですね、あの、天皇賞もありますし、本舗もありますので、ユニコーンステークス そうまあ別であの予想動画アップすることはもうないんですけどそのま,ま動画の代用みたいな感じでこちらをお届けしますはいえー、それで,ですねまあユニコーンセイクス、X、過去20年と言ってもね今回からまああの今回はね京都のダート1900メートルになったりもしますしまああのいろいろな変化とかもあったりする中で、えー、全てトータルで集計したものなんですけどまあ見ての通りでねレーティングがあの58台以上の 馬しか勝ち馬が出ていません。はい。約半数は57台以下なんですけど、1着馬出ていない。2着馬ですらね、4頭しか出ていないということで、かなりね、差があります。で、さらに58から59台は、母数123で10勝なんですけど、60から63.9。こちらが49頭で10勝しているというところがありますので、まあ、母数がそうですね、半分以下。 ですね。もう軽く半分以下のところで10勝しているというところで、レーティングが高い馬っていうのが構想する。それがまあ基本。で、ありつつ馬券全体の構成はまあ58台、59台の馬。そこをいかに拾ってくるかというような感じになっているわけですね。 で、まあ今ちょっとまんまあ喋っちゃったんですけど、もう一回、えー、意識しておきたいこととしては、60以上、レーティング60以上の馬が構想、えー、率の高いゾーンではあるんですが、勝ち馬の半数は58から59台の馬になっていますと。で、母数が大幅に違うので、成績の差で見ると歴然なんですが、これをいざ馬券に置き換えて考えると、えー、レーティング58から59台の部分をもう邪券にできないというか、ここをあの軽視してしまうと、 馬券そのものが全く当たらなくなってしまうぐらいの話になってしまうので、なかなかね、これは難しいところですね。 単装で買うんだったらもう60以上のところ買っておくっていうのが、ね、毎年買い続けるっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。その中から馬を選んでなんですけどあのいろんな馬券の構成で考えるとそう簡単ではないと、はい、でこの58、59台から少し絞るとですね、えー、前走を飼っている馬から0.53馬けまでの5着以内の馬が構想、まあ、しているとあと前走2勝クラス以上の特別戦です。ね。なんですけど、まあ、これは… まだ時代もちょっとぐちゃぐちゃにね、さすがにあの過去20年も拾っちゃうといろんな時代が入っているので、あまり現在には適していないんですけど、なんですが、まあ、一応書いておきました、メインとなるのはまあ前走をっているか0.53までで掲示板に乗った馬を残すと、それだったらちょっと絞れますよっていうところですね。 で、もうちょっとだけ掘っていくと、レーティング60以上の馬がですね、1頭も馬券内に入らなかったことは2004年以降5回、20年中5回ですね。ただ、まあ1頭もいなかったっていう年度もありますが、はい。で、次、2頭以上馬券内に入っている確率が42.9%なんで、イコールワイド的中率とも言えますが、えー、2頭もいなかったっていうね、そんな年度もあります。はい。で、1着から3着を独占している確率が12.5%、イコール3連携的中率となりますが、 さすがにね、あのー、60以上の馬がいっぱいいても、先ほどの表の通りで、58から59の馬のあんだけ構走していますからね、そう、やすやすと上の馬だけでは決まりませんよっていう、先ほどの話とつながってきます。で、えー、60以上の馬が盤石あ、あのーまあ、とは言いませんけれども、あのー 等数が少ないんでねレース単位で見れば率が低く見えてしまう。ちょっとあの今ね、この画面の上4行3行、この部分で思ったより信頼できないのかなと思ってしまった方もいるかもしれませんが、レース単位に置き換えたらやはりね、こういうことですね。あくまでもボス単位、レース単位でね、切り替えていくっていうね、2つ見て判断していくっていうのが競馬のデータの使い方なので、いわゆるね、よくあの、 まああの競馬の雑誌とか新聞とかに載っている前走1着の馬がなんとかかんとかかんとか,とかね、2番人気の馬が2位なんたらかんだとか、ああいうのじゃなくてですね、レース単位に置き換えなければ、いまいちあのデータっていうのはうまく使えないっていう、そんなようなね、ところも出ている数字かなと思います。ただ、60以上の馬を中心にしやすいことは間違いないですね。うん で馬券全体では58から59台の馬からいかに構走する馬ですね、まあ、そんな分かりゃ苦労しないんですけど、自分が構走すると思う馬をですね予測するか、はい、そしてそれが実際に構走してくれるかっていうところにまあ力を注いでいくっていうね、そこがユニコーンステークスの予想の、なんでしょうね、まあ、ポイントというか、そこに力を入れるべきだっていうところだと思うんですよ。 で、えー、コンソンのレーティング、はい、これ数値自体はね、掲載できないので、著作権侵害になってしまいますし、あの、競馬道さんといくらズブズブの関係でもね、<laughs> なかなかなか使うことできないので、グループ分けしますが、えー、えー、60以上がラムジェットだけ、で、58から59もサトノエピック、ピュアーキアン、ミッキーファイトだけで、他全部57以下なんですよね。うん、なんで、 レーティング高いものはこんなに少ないんだっていうところで、まあ、あの、多分人気が確実なんじゃないかなと思われてますし、あの、思われてるというか思いますし、まあ、ダート転校してからもうあの逃げてむちゃくちゃね、もうぶっちぎって飼ってるムルソーうん。これがいますので、あの、下の方にね。 なんで今年はなんか例外的なことが起きそうだなっていうふうにも思ったりするんですけどまあでも最近ここ数年多いですからねダート転向して逃げてぶっちぎってた馬が逃げなくて負けたっていうね一倍台で負けたケースとかって結構あの頻発してるような気がするのではいその辺は怖いんですけどまあでも例年通りの数値で言ったらですねあのまあかなり ね、例年通りの数値の結果、結果と数値っていう部分で見たらすごくまあ買いやすいっていうか、とりあえずこの4と買う感じがいいのかなって思いますもんね。次に、えー、調教の方をちょっとね、えー、つまんでいくんですが、えー、京都のダート1900メートルで開催される今回、ここね、すごく相性が良い調教がありまして、えー、立党のうとう切り組、5波論70秒以上の遅い馬はね、ちょっと省きます。成績悪いです。島1波論早いほど高成績、まあ基準がまあ12.0秒以下。 うん。なんで、ま、11秒台かギリ12秒ジャストだった馬ですかね。まあ、12点1を入れたいっていう人がいても、ま、そこまで成績変わらないので、入れたければ入れてもいいです。はい。で、追い切りで合わせている場合、遅れている馬は除くというところになるんですけど、割とシンプルですよね。勝率が21.7、単回数280%、副勝率49.3%、副回数150%ということで、めちゃ成績いいんですよ。で、まあ、今回のメンバーの中でですね、該当しているのが英会ソウル。はい。で、あの、 確認ね、できないものも、あ正直あったりもするんですけど、状況すべてはね。ただ、あの、ちゃんと確認できたところで該当しているな、という判断が取れたのが、A 会ソウル、ウッドゴハロン67.2秒、姉妹11.5秒。えー、サトノエピックも67.2秒で姉妹11.6秒。はい。で、ラムジェットが68.0秒で姉妹11.9秒。まあ、ギリでしたが、この3頭は該当したということになるんですね。そうなると、 そううななるるととおやおやなんだか見えてきた気がするぞというねまあ大体それがあの気のせいで終わるのが競馬なんですけどねまあ、皆さんも経験あると思いますけどなんかこれもう完璧だよなもうこ,のこれ当たるよな絶対みたいな時に限ってねもう何にも箸にも棒にもかからないみたいなそんな結果がねそっちの方が多いっていうのがまあ競馬だったりするんですがそう,はえですそうとはいえですね、えー、まずレーティング65へ1頭だけのラムジェットがコース公愛小調教に該当レーティング58超えの馬がね このユニコーンステークスの中心だと言いましたが、今年三3頭しかいない、そのうちの1頭の里のオリピックもコース・高愛小長協に該当したで、レーティング58以上組残る2頭、ピュアキー・キアンとミッキー・ファイトで、レーティング58未満ですね、57.9以下でしたけれども、コース・高愛小長協で姉妹一ハロン1位、はい、姉妹時計が良いほど成績を言いってさっきの一つ前の画面で書きましたけど、そこに該当するのが英会ソウルということで。 まあ、こうなってくると、あのー、まあ逆に言えばね、レーティングが高い馬が少ないので、レーティングがね、そんなに伸びなかったムルソーがですね、結局もうなんか怪物だったっていうふうに楽勝するのもまあ十分ありそうなんですよ。うん。えー、それならそれで全然まあいいんですけど、ムルソーが崩れた場合ですね、さっきも言ったみたいにダート転向して逃げてぶっちぎった馬が、相手が強くなっていってポッと逃げれなくなった時に惨敗するっていうのはこの数年割とトレンドなので、 じゃあ、ムルソーが崩れた場合にはシンプルにユニコーンステークスの過去の傾向とかね、数値とかそういう状況とか、これらの通りに決まってくれたらいいなっていうところを狙いたいなと。うん。なので、えー、割とムルソーがおつ引っ張ると思うんで、単勝でラムジェット、里のエピック2頭買ってもいいかなと。はい。で、この2頭から、えー、そうですね、この2頭の組み合わせも含み、ピュアキアン、ミッキーファイト、英会ソウルへマレれん、ウマタンで流すと。 あと、英会ソウルもね、この調教の部分がこういう該当しているので、英会ソウル頭の馬単流しでちょっと買っといてみようかなという感じは、今のところね、イメージしてるんですよね。だから、レーティング57以下の馬がユニコーンステークス勝ったことありませんよと。 それで初めて勝つ馬が無るそうなんじゃないかなと思わせといての英会ソウルっていうパターンですね。こっちがあの歴史変えていったみたいな。今回のあの調教の部分はすごく気になるので、やはり押さえておきたいなと思うんですよね。うん。まあ、三連単はちょっとどうなるかわかりませんが、まあ、三連単買うにしても相当絞って買えますよね、この面って言ったらね。もうラムジェットサトノエピック頭で、あともう普通に三頭三頭とかね。まあ、ラムジェットサトノエピックは入れますけど、ね、二三着にも。 っていう形でね、100円だけ買っといても、まあ、全然面白いかなと思いますので、僕、こんな感じで多分行くと思います。はい、そんなわけで、先ほどね、動画の途中でズブズブの関係と言いましたけども、言っちゃダメなんだろうけどな、こんなこと。はい、えー、たびたびね、あります、競馬道データ特別会員の期間限定募集の、あまあ、協力というか、 しております。はい。今、画面右にあるですね、このフネララ旧車巻き返し計画っていうね、これがあの僕からの特典になって、なるんですけど、えー、競馬道のデータのこの会員ですね、期間限定であのお得に使えて特典がついてっていうキャンペーンをやってまして、まあ、僕の方もちょっとこんな感じでオファーいただきましたので、えー、今回もね、協力させていただいているということになります。まあ、競馬ブック、 あの、競馬道のデータがあればですね、基本的にまあ競馬新聞はいらないですよね。競馬ブックをデータ化したものなので。うん、あの、まあ、紙でペラペラ開いて見ていくのが好きっていう人は別ですけどね、ちゃんとあのパソコンとかで分析とかしたりデータ蓄積したいっていう方はもうどう考えたってデジタルの方に移行していく時期、 です。はい。とっくに過ぎてるんですけどね。思ったほど競馬ファンがね、競馬新聞から離れなかったっていうね。なんかそれは僕、本当に予想外で、もうこんな2024年に競馬新聞読んでる人いないと思ったんですよ。あの、紙媒体でね。データでしみんなあの管理するだろうなと思ったんですけど、今度は逆にパソコンユーザーが減って、スマホユーザーばっかりになって、パソコン持ってない、使ってない、使えないっていう人が増えてるんですよね。 なんでそういうのもいろいろあってね、意外と競馬のデータの世界ってあの伸びていってないので、なんであの結局未だに有利に戦えちゃうっていうね、そんな状況ですからね。はい。なのでまああの気になる方はあの動画の概要欄に詳細ありますので、ぜひね、そちらの URL から飛んでいただければなと思います。 はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録や高評価していただけたら嬉しいです。競馬ボ庁舎の竹内がお届けしている竹詰というチャンネルになっております。ということで、まあ僕に関するリンクとかも概要欄にありますので、気になる方はご覧ください。あのー、あれっすね、吉田隼人騎手がどうなってしまったかっていうところで、今日、まあ報道出ましたけど、ね、命に別条はないけど、まああの、なんか痺れとかね、結構あの、喋る部分に問題があったりとか、 まあ結構長い治療になっていくという話だったんで、まあ現役復帰してほしいどうこう、云々の前に、まず日常生活にね、戻れるかどうかっていうところなんだろうなって、あのニュアンスからは感じました。で、まああまりにもちょっと4月ね、あのー、落馬とかでね、こういうことが重なっているので、うーん。 やっぱりちょっとなんか見て競馬見ててもなんか心臓がねちょ,っとちょっとなんかね変なドキドキ感あるシーンがすごく多いですしなぜか7月に落馬が4月にね落馬が多いっていうのはなんか不思議な傾向としてあるんですけど前からまあちょっと今週末ぐらいはねあの落馬なしえ競争中止なしみたいな夢のようなねピシッとなんか何もありませんでしたっていうような開催を一発ぶちかまして なんかね、あの、流れ変えてほしいなと思います。はい。そうだ、えー、で、まあ、あの、ご存知の方も多いと思いますけど、僕、あの、プロレスファンでね、えー、もうプロレス30年ぐらいファンで、もっとかな。競馬より長くプロレス見てるんですけど、もう、プロレスもね、怪我人が多いんですよね、最近ね。そう、なんで僕ちょっとね、なんか、やっぱ見てて気が重くなってきちゃうので、はい。えー、そろそろなんかね、この、お天気もね、いい日が多くてカラッとしてきましたんで、はい。 競馬、プロレスともに怪我人なく、あの、いい戦いですね。見せてほしいなと、切に切に願っております。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。